もう裁判の時間か。やあ、人間ども。ドッペルゲンガー退治の時間だぜ。時間もねえし、事件の話し合いになるをするなら、さっさとしろよ。今回もよろしくお願いしますね。それじゃあ、ドッペルゲンガー退治、開始だ。さて、一挙やってみっか。孫悟空のモノマネのつもりだったんだけど、全然似てない。じゃあ、事件の整理からしていきましょうか。まず、今回の被害者は二人いましたね。一人目の被害者が西村静香さん。二人目がルイ君でしたね。まだまだこの格好、ルイちゃん。かわいいぞ。まずは静香さんの事件ですが、彼女は豚のマスクをかぶせられた状態で発見されました。そして、マスクを外すと、顔にも×印が書かれていたり、静香さんが睨んでる顔などの写真が何枚も出てきました。この事件で奇妙だった点といえば、執拗に静香ちゃんの頭を狙った犯行だという点だよな。そうね、彼女の体を調べたけど、どこに傷つけられた跡はなかったわ。なんで、執拗に顔だけ狙われていたのか、さっぱりだ。そうですね。そして次に、ルイ君の事件ですが、ルイ君はウェディングドレスを着せられて捕まっていましたね。この事件で奇妙だったのは、なんといってもそのウェディングドレスだよね。なんで犯人はルイちゃんにウェディングドレスを着せたんだろう。これまた意味不明ですね。まあ、かなりの怪事件ですが、唯一はっきりしていることといえば、犯人は静香さんに対して恨みを持っていることぐらいですかね。私が捕まっていた時に聞いた、静香は憎い、でもルイさんは美しくあるべきという言葉からもそう言えるよね。静香は醜いか。おそらく犯人の目的は静香ちゃんへの恨みを晴らすためだと思うんだけど、なんでルイちゃんまで事件に巻き込まれたんだ。犯人の目的がわけわかんねえ。やっぱり動機で行き詰まってしまったわね。事件の状況から動機を推理するのは状況が少なすぎて難しいかもしれませんね。ああ。では少しアプローチを変えて事件の容疑者について整理してみましょう。そうだね。容疑者か。僕たちが調査を進めた中で、静香さんと関係のある人物が何人かいましたよね。静香さんにすごく告白されて、告白されてはないよ。どう考えても告白はされてないわ。静香さんにしつこく告白して振られていた尾本くん。以前から静香さんと仲が悪かった早苗さん。静香さんの彼氏で、静香さんによる束縛で大喧嘩していた翼くん。あとは、詳しい事情はわかりませんが、静香さんとのことで、翼くんと揉めていたアンさん。この4人ですね。みんな静香を狙う、襲う動機はバラバラだし、事件の手がかりと照らし合わせても、動機でピンとくるものはないね。小川崎は、ドッペルゲンガーに尋問をして、真実を暴くしかないですね。そうね。よし、もう準備は良さそうだな。それじゃあ、第6回絶望裁判、開演です。よっしゃあ、行くぜ。ポイントが足りねえ。来たぜ。絶望裁判の時間だ。静香とルイを襲った犯人の正体と動機。よっしゃあ、まずは回答文を見よう。これよ、これはもういるんはただやけんな。ドペルゲンガーである何々には何々をしていたが、しかし静かに何々しまった。その何々から静かを襲った。わからんな。ちょっと文章を眺め続けたけどさ、わからんな。たださ、静かちゃんに何かされたから静かちゃんを襲ったっていう形になったわけやけどさ。
静香ちゃんに何々されたされるようなことがあるっていう立場の人間だよな。ってことはさ、俺さ、静香ちゃんは別に思うたのこと何にも構ってないだろうからな。静香ちゃんは思ったのことを全く構おうとしてないだろうからな。スルーしてるからな。多分思ったは関係ないと思うよな。やっぱり思った通り、思っただけに思った通り思っただから思った通りよっしゃ、じゃあ手札見てみようぜ。豚のマスクをかぶせたことに意味はありますか、とウェディングドレスを着せたことに意味はありますか、ルイを襲ったことに意味はありますか。これ気になるな。なんでルイちゃん襲ったのって。回答文にルイちゃんの名前全然出ないもん。自分が好きですか。静かに何かを奪われこれ重要そうだな。何か静かちゃんにされたからこそ、その逆上して静かちゃんに襲いかかったんじゃないかなって考えたら、これはもう重要すぎるだろう。確信きたー、ですよね、ですよね、イエス来た。見分けたぞ。まず初手見分けたぞ。よっしゃ、カード引こう。俺のターン、ドロー。俺以外のターンがないけどな。よっしゃ、じゃあレベル2見てみよう。大事にしているもの。これはちょっとなんか弱いな。なんか、革新的な意味では弱いな。もう一枚、ドロー。嫉妬していましたか？見ておこう。確信ではないかもしれんけど、見てみよう。確信だったわ。やっちまったわ。確信また当てちまったわ。やったぜ。へっ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 へ。ドッペルゲンガー、お前のことお見通しみたいだな、俺は。はっはっは。何これ。あ、何これ。CM を見たらターン消費せずにカードを引けるって、スマホ版そういうシステムあるんじゃ。ラッキーチャンス。いやーわー、2回連続で確信当てた上に CM 見てラッキーチャンスを引けるという、なんだこれ。よっしゃ、レベル3来たぞ。わー、そんなこと聞いていいんじゃ。よっしゃ、使おう。の女性容疑者の欄見てみようか。もう翼くんと思ったはもう最初からそうなんやけど、違うってことになってしまう。となると、奪われたものっていう意味じゃ、あんちゃんって感じがするよな、これ。だってさ、やっぱ、ファッションショーの話やけんさ、ファッションショーの話がある状態であるけんさ、ドッペルゲンガーであるアンは、モデルのなんとかをしていたが、みたいな感じ。しかし、静かにそのモデルの、あれを奪われてしまったみたいな。モデルのなんか出場権を奪われてしまった件、その嫉妬的な感じから静かを襲った的な。だからさ、その可愛さに嫉妬したからこそのあの豚の仮面。ルイを襲ったことに意味はありますかって質問ちょっと気になるんで、あんま確信に触れてないと思うけど、気になるんでちょっと見てみたいと思います。あるんじゃ。あ、あるんじゃ。意味あるんじゃ。へー、そうなんじゃ。男とはいえ可愛いからちょっと嫉妬してしまった的な感じのところある。最近オーディションを受けましたかって、これ確信すぎるだろお前。ピンポイントについてないかお前。それでイエスだったらもうあんちゃんしかないだろお前。イエス、おー、あんちゃんだろ。どう考えてもあんちゃんだろうが。これさ、そう見せかけて静香ちゃんが自分でやったみたいな話だったらどうなるこれ。なわけないか、さすがに。もう一回見てみ、またチャンスタイム来たよ。あ、チャンスタイム使うも間違えた。ボタン間違えて、チャンスタイム使えんかったよ。告白しましたか。あ、これがイエスだったら思うたなんやろうな。見てみようか。一応。はいのー、あい思った関係ない。あい思った関係なかった物語や。物語全然、物語に関係ないわ。あなたは静かから何かを奪いましたか？もういいか。もう回答してしまうか。よっしゃ、やるわ。もうこれ確定してしまったもんな。あんちゃんしかないわ、これ。あ、これ20ターンで
20ターンと19ターンだったら20ターンの方が良かったよなって感じがするな。なんかランク分けのクワヨなんか境界線が19と20の間だった気がするな。これだとしたらさ、19ターンと20ターンじゃさ、報酬の額違ったかもしれんな。ちょっと今どうでもいいって入れてしまったんじゃんかなって、今ちょっと今左上の19ターンっていう表示見てちょっと若干後悔してますが、まあいいや。アンは何々をしていたが裏で浮気ではない。し、レイに来い、翼に来い、読者モデルやな。読者モデルをしていたが、しかし静かに、これはモデルの仕事を奪われてしまったがあたりか。そのこれは嫉妬心になるんかな。驚き、歪んだ恋心、誤解、過信、寂しさ、嫉妬やな。こうなかだったら嫉妬になるな。よし、オッケー、あっさりいったな。うん、あ、 S じゃ、よかったよかった。20ターン以内とか、あの10ターン以内とかじゃなかったやな。よかった S だった。楽勝楽勝。もう俺絶望プリズンのこと分かってきましたね。ノーマルエンド、ノーマルエンド終わってからの話ですけど、絶望プリズンのこと分かってきましたね。私やったね。あんちゃん、一回被害者になった人間が加害者として出てきてしまうというそんな感じになってしまったわけ。白川アンさん、あなたがドッペルゲンガーの正体だったんですね。おお、大正解。いつもお前さ、なんで正解分かっとんだっていう感じなんやもん。分かっとんだったらお前がどうにかすればいいのにって。今回のドッペルゲンガーは彼女でした。アンガドッペルゲンガー。そうだよ、今回の事件はさっきあなたたちが暴いたように、すべては静かへの嫉妬によるものだったの。嫉妬、まあ誰にでもある感情。俺だってさ、長年 YouTuber として続けただけにさ、初めて2年3年の人間が俺よりも伸びとるところを見たら嫉妬してしまうもん。そういう感情は誰にでもある。実は昔の私はすごくブスだったんだ。陰キャで太っていてクラスでもいじめの対象だった。え、あんちゃんが？意外、美人やもんな、あんちゃん。しかもスタイルいいし。ああ、るいちゃん、まんま同じこと。え、意外。うん、周りからブスとかデブとかいつも罵られて、それがすごく悔しくて、ある日私は自分を変えようと決意した。ダイエットをしておしゃれを勉強して、とにかく可愛くなるために必死に努力した。そしてやっと今の自分を手に入れたの。すげえな、バネにしたんや、逆境を。素晴らしいビフォーアフター。そうだったんだ。生まれ変わった私の人生はそれまでと劇的に変化したわ。誰からもいじめられなくなって、むしろみんな私を可愛いって褒めてくれるようになった。そんな中、一番嬉しかった変化は雑誌モデルのスカウトを受けたことだった。ふん、へえ、アンさんはモデルをやってたのね。確かにこの気高さをモデルって感じはしとったな。なんかモデルっぽいなとはちょっと思っとったところはある。アンさんはおしゃれですし、モデルさんをやっていてもおかしくはないですね。今までずっとブスだと罵られてきた私がモデルにスカウトされた。ブスでも太っていても努力すれば可愛くなれる。その経験はそれまでの努力が報われた瞬間だったの。いい経験やな。そうだったんだ。それから私はモデルの仕事を頑張った。まあモデルといっても小さな雑誌の読者モデルだけど、私はもっと可愛くなれるように
必死に頑張っていた。だけど、それは突然崩れ去ったんだ。何があったんですか？何があったんですか？ここで出てくるんか。来た！そういうことやな。私が出るはずだったモデルのイベントの仕事を静かに奪われてしまったの。そういうことか。それって、今度は原宿で行われるイベントのこと？確か、静香さんが一発でオーディションを合格したって。そうよ。静香はそれまでモデルの仕事なんて一切してなかったし、絶対に私がオーディションに合格するって思ってた。私はこれまでずっとずっと努力してきたのに。だけど結局、私は静香に負けた。そんなことか。なるほどな。ずっと頑張ってきたのにさ、いきなり始めた静香ちゃんにいきなり負けてしまったって。努力がさ、これまでの努力、自信がさ、一気に崩れ去ったんやな。あるんよな。確かに努力はしたはずだった、努力はしたはずだったんやけどさ、本当に才能ある人にはさ、ほんまにちゃんとした努力じゃないと勝てんよな。そんなところある。ほんまに才能持っとった人ってさ、生半から努力したところでさ、超えれんのよな。有名な言葉でさ、努力に勝る天才もなしって言うけどさ、本物の天才ってさ、そんじゃそこらの努力では勝てん。そう俺は思う。みんな知ってるでしょ、静香が可愛いってこと。それはまあ、静香はほとんどメイクしてないけど可愛いし、スタイルもいい。しょうがないことだけど、静香は私が必死に努力してやっと手に入れたものを才能だけで簡単に奪っていった。私にとってそれはすごく悔しかった。どんなに努力して可愛くなろうと頑張っても、もともと可愛い子には勝てないんだって思い知らされたの。これは確かに辛い経験だろうな。あるんよな、どんなに頑張ってもこれは勝てんわって思ってくる時が。人生生きてきたら、なんだこれ、長いこと人生生きてきたみたいな人間の言い方みたいになってるけどでもそういうことはあるよね。そしてその劣等感から絶望し、ドッペルゲンガーが生まれた。これが私の生まれた理由だよ。そうだったのか。それじゃあ、アンが翼に言っていた静香には諦めるように言ってって言って言うのは、静香にモデルイベントに出ることを辞退させてって意味よ。自分勝手すぎるのは分かっていたけど、私はそのくらい必死だったの。でもまあ、翼は私の頼みを聞いてくれなかったけどね。そうだったんですね。ですが、一つ気になったんですが、静香は憎い、でもルイさんは美しくあるべきとアウさんは言っていましたよね。この言葉の意味って何なんですか？え？だって今までのアウさんの話によると、アウさんは静香さんの可愛さや美しさに嫉妬していたんですよね。じゃあなぜ静香さんを醜いと言っていたんですか？どういうことだ？それは、確かに静香は可愛いけれど、私は静香のことを醜いと思ったから。可愛いけど醜いってどういうことだ？どういう意味の醜いかな？私は静香の心の醜さが大嫌いだったんだ。ああ、ダークサイド静香ちゃんか。ダークサイド静香ちゃんか。もう前々から出てきてるもんね、ダークサイド静香ちゃん。心の醜さ？静香は努力する人間をバカにしていたの。あ、そうなの？あ、でもあれか。そう言われてみたらさ、思ったのを振ってやっちゃったわ、みたいな感じもさ、10回の努力をさ、
さんなり切り捨てたような感じに捉えるんか。それこそ、ルイ、あなたのことを言ってたんだよ。え、私？え、ルイちゃんがなんか関係あったかな。あんたが女性の格好で登校し始めて、だいぶクラスに馴染んできた頃。うん。ねえねえ、あんちゃん、次どこのお店行く？そうだな。どっちのリップが似合うかな。こっちも可愛いし、でもちょっと私のイメージっぽくない気も。あれってルイくんだよね。なんかコスメを選んでるみたい。そうだね。ねえねえ、あんちゃん。何？あんちゃんは今のルイくんのことどう思う？どうって？ほら、ルイくんってさ、前と変わってかなり女の子っぽくなったでしょ。服装とかもお化粧もバッチリで、もう完全に女子だし。あんちゃんはそんなルイ君をどう思ってるのかなって、うん、なかなか答えにくい質問やな。お前、私は別にいいと思うけど。え？あそこまで変われるって、それだけ努力してるってことでしょ。私はそういうやつのこと嫌いじゃないし、むしろいいと思うけど。そっか、そうやな。努力して変わろうとしてる姿を見たらさ、応援してあげなって思うときあるよな。そっか、そうだよね。あんちゃんの言う通りだよね。自分が努力してきたからこそそういうセリフが言えるんやろうな。ごめんね、変なこと聞いて。別に。ねえねえ、翼くん、この服似合うかな。出たな、ダークサイド静香ちゃん。へえ、いいね、すごく似合ってるよ。ほんと？あれは翼くんと静香ちゃんな、ラブラブしやがって。デート中なのかな。じゃあちょっと私これ試着してくるね。うん、行ってらっしゃい。はあ、こんな女の子しかいないショップで男一人で待つのは恥ずかしいな。わかるって俺経験あるわけないやけどな。けど俺がイケメンで彼女になんか試着してくるねって一人で待たされるのちょっと嫌やなって思ってしまったわ。経験ないのにな。てかこれから経験する予定ないのにな。次は向こうのお店も見てみようかな。今歩いて行った子、ハンカチを落として行ったみたいだ。へえ、なんか後ろ姿は可愛いじゃん。ちょっと声かけてみようかな。おい、やめろ、ナンパし。おい、ナンパし、お前。後ろ姿が美人だからって顔が綺麗だとは限らんぞ。すみません。ハンカチ落としましたよ。え？あ、ルイちゃんだったんだ。親切にどうも。で、翼くん？ルイくん。因縁が光ります。どうして君がここに？ちょっと買い物をしていたというか。翼くんこそ、どうしてこんな女の子の店に？翼くん、お待たせ。さっきの服、翼くんが似合うって言ってくれたから買っちゃった。で、あれ？ルイくん？どうも、こんにちは。さっきたまたま会って。そうなんだ。この笑顔が怖いですね。この笑顔が怖いんですね、静香ちゃんは。じゃあ、私はもう行くね。なんか感じ取ったな。ルイちゃん何か感じ取りましたね、あなた。二人のデートの邪魔しちゃ悪いし。え？ああ、うん。それじゃ。どんな反応するんだ、静香ちゃん。ねえ、翼くん。
翼くんもちょっと嫌なオーラを感じておりますね、この顔。翼くんってば。え、ああ、どうしたの？どうしたのじゃないよ。さっきからルイくんの後ろ姿を見つめてどうしたの？可愛い子反、可愛い子レーダーが反応しちゃったんだよね。え、いや、別に見つめてなんか。嘘だ、絶対見つめてたでしょ。もしかしてレイ君のこと可愛いとか思ってないよね。な、何を突然言い出してるの。そんなこと思ってないよ。本当に。いやー、ちょっと彼氏の前では出すなよその顔。彼氏の前では出すなよそれは。お前本当だって。まあでも最近のルイ君は男には見えないよね。ふーん、そっかだけどさ、どれだけ男の子が可愛くあろうとしても限界があるよね。え、ほらファッションとかお化粧でそれなりにごまかせるだろうけど、体格とか体つきは男の子のままだし、本物の女の子の可愛さにはかなわないっていうか、結局努力の無駄だよ。翼くんもそう思うでしょ。これか、あんちゃんが言いよった努力を無駄に無駄という発言って。まあ確かに。ははは、そうだね、努力なんて無駄だね。はは、やべえ。ふふ。ねえ翼くん、なんかちょっと足疲れちゃった。気分転換にカフェ行こう。うん、もちろんいいよ。あほ、じゃあ行こっか。あほ、翼はマウスが出てきたよ。なんか知らんけど途中から翼はマウス出てきたぞお前。そうか、その話を聞いとったんじゃ、あんちゃんが。偶然にも、あの静香ちゃんがルイちゃんにそんなことを。私はその時静香にすごくムカついた。昔ブスだった頃の私は可愛くなるために必死に努力してきた。だからルイの努力を否定したあいつが許せなかったんだ。そうか、なるほど。その時にあなたは静香さんの心の醜さを知ったんですね。だから醜さの象徴として豚のマスクをかぶせたと。うん、それは分かったけど、じゃあなぜルイさんにウェディングドレスを着せたの？それは可愛くなるために努力するルイと今まで必死に努力してきた自分が重なったから。努力をバカにする静香には醜い豚のマスクがお似合いだけど、努力して可愛くなろうとするルイには美しくあってほしかった。あんちゃん、なるほど。そっか、こんな反抗を起こすも悪うないんやけどさ、毎度毎度絶望プリズンのキャラクターってさ、そういう自分の思いをさらけ出してさ、こうあるべきとか自分の信念に基づいた行動しようよな。悪いことしたんやけど完全な悪役とは言い切れん感じがあるな、絶望プリズンの犯人って。切っておったらこいつはこいつでそういう思いがあるんじゃっていう、そういう感じで捉えれるもん。だからアンさんは美しさの象徴としてウェディングドレスを着せたんですね。そういうことだったのか。まさかアンちゃんがそんな風に思ってくれてたなんて。別に私はただ本当のことを言っただけだし、それに私なんかに褒められたからって。あんちゃんなんか謙虚やな。本音をズバズバ言うタイプっていうかさ、今の印象から言うたらなんかちょっと謙虚なところ見えてくるな。いいキャラクターしとんなって普通に思う。いやいや、モデルさんに褒められるのってすごく光栄だよ。私もうモデルじゃないから。え、どういうこと？
もうモデルなんてやらない。私みたいなブスがどなり頑張ったって意味ないから。え、自信をなくしてしまった。そんなことないよ。あんちゃんはすごく可愛いよ。そんな励ましなんていらない。結果が全てじゃん。私は今まで努力してきたのに、初めてオーディションに出た静香に負けた。結局才能には勝てない。やっぱり私みたいなブサイクはもう。あん、ちょっと待って、あんちゃん。え、一体誰があんちゃんのことをブサイクって言ったの？誰もそんなことを思ってないし、自分でブサイクって決めつけてるのはあんちゃん自身だよ。それは確信。ルイちゃんが確信をついてきた。確かに誰もブサイクとは言ってなかった。まさに自分が自分のことをブサイクって言って諦めようとしていた。違う、どうせ私なんて。そんなに弱気になってちゃダメだよ。たった一回しずかちゃんに負けたからって諦めちゃうの？だってしょうがないじゃん。私は元がブスで、しずかは私より可愛い。私なんかがしずかに努力で勝とうだなんて、そもそも無理だったんだよ。私はそうは思わない。一度ダメだったならまた何度でもぶつかっていけばいいじゃん。あんちゃんは今まででもそうやって努力してきたでしょ。それはそうだ。一回の負けで全てが決まるわけじゃないんだ。これからも戦いはできるからな。磨けることは磨けるからな。そう。でもとかそういう言い訳ばかり考えるんじゃなくて、昔あんちゃんをバカにしてきた人たちを見返したように、今度はしずかちゃんを見返してやればいいんだよ。え、私が知ってるあんちゃんはいつもクールで誰よりもおしゃれに気を使ってもっと強かったはずだよ。今のあんちゃんは全然あんちゃんらしくない。まあ私なんかが偉そうなことを言えないけど、ここで諦める前にもう一回やってみたらどうかな。諦めたらそこで試合終了だよ。それ言いたかっただけじゃないですか。今ちょっと多分ルイちゃん心の中では言えたみたいな感じで、ここで心の中でどうやってるあんちゃんならきっとできるはずだよ。ルイ、そうだね。僕たちオカルト部は応援してますよ。オカルト部は白川アンを応援しています。中の CM みたいな感じ。何よ、何なのよあんたら。くっ、さっきから偉そうなことばっか言って。え、ああもう、なんであんたたちに私が励まされなきゃいけないわけ。アンさん、あーちゃんがキレた。わかったわよ、やってやるわよ。私は今までもこうやって乗り越えてきた。周りの奴らにデブとかブスとか言われても、そいつらを見返してやるくらい努力してきた。だから絶対に今回も乗り越えてみせるわよ。その息だよ。私もみんな応援してるから頑張って、あんちゃん。今度私にもメイクとかいろいろ教えてね。別にいいけど。なんかお前が出てきたらさ、このムードに水を差すような感じがするよな。どうやら話がまとまったみたいだな。それでは今回の事件についてまとめると、ドッペルゲンガーであるアンさんは
努力して手に入れたモデルの仕事を静香さんに奪われてしまった。その劣等感からドッペルゲンガーを生み出した。そして静香さんへの嫉妬が原因で事件を起こしたというわけですね。これでドッペルゲンガーの正体と動機が暴かれた。てなわけでドッペルゲンガーの浄化に移るぜ。それでは白川杏さんのドッペルゲンガーを浄化します。お願いします。努力は必ず実るよ。今度は見返してやれ。クリア。浄化されたアンさんのドッペルゲンガーは光となって消えていった。浄化完了です。なんか私知らなかったアンの一面を知って、アンに対する印象が少し変わったのかも。そうやな、なんかちょっときつい性格なんかなと思ってたけど、実は努力家で元気なところがある。いい子じゃないか。ちょっと友達になりたいなと思った。え、いや前まではアンってちょっと話しかけづらかったというか、クールで怖い印象があったんだよね。でもルイちゃんをかぼったりするところを見て、本当は優しい子なのかもって。マチちゃん、そうだね、アンちゃんとも友達になれるといいな。さてさて、一件落着だな。お前らよくやってくれたな。この調子で引き続きドッペルゲンガーの退場よろしくお願いします。了解しました。あといつ口座にお金を振り込んでくれるんですかね。そういう約束じゃなかったですかね。まだ振り込まれてないっすよ。詐欺っすかね。了解です。我らお買うとこにお任せよ。さてそれじゃあまたな。戻るよ元の世界に戻る。数日後、僕たちはいつものようにバーに向かっていた。え、まさかさ、あんちゃんがドッペル、え、あんちゃんがお顔ダボに入るような流れではないだろうな。いや、さすがに人数そんなにいらんし、そんなにいらんぞ。チャンス。お邪魔します。あら、いらっしゃい。ちょうどよかったわ。あなたたちにお客さんよ。あ、絶対あんちゃんだし。え、俺たちに来た。あ、まさかほんまにオカルト部に入るとかそういうパターンじゃないだろうな。え、もうこの6人で行くんかなって思っとったけど、まさかほんまにあんちゃんオカルト部入るん。これあんさん、どうしてここに。あなたたちにはその、まあ助けてもらったし、一応挨拶くらいはしとこうかなって。まあ素直じゃないわね。さっき私に言ったみたいに、ちゃんとお礼を言いに来たって言えばいいじゃない。それはシャイなんだから、あんちゃん。はあ、あのこの前はそのありがとう。いえいえ、気にしないでください。そうだよあんちゃん、私たちは当然のことをしただけだし。ええ、私もう一度モデルやってみることにしたわ。次は絶対に静かには負けない。正々堂々実力で勝負するつもり。そうか、頑張れよ。うん、それが一番だ。あんちゃんは努力家、みんな分かったね。それとマーチ。え、私ずっと言うタイミングを見計らっていたんだけど、あなたとカナさんには今までたくさんひどいことをしてきた。ほ、第二章の話じゃ。これは別に許してもらおうとかそういうのじゃないけど、ごめん。もうああいうダサいことはやめる。あん、もしそれが本心なら私なんかよりちゃんとクロちゃんに謝ってほしい。そうだね、まずはクロさんに謝らないと。ありがとうマチ。
うん。おう。五章ぐらいぶりの和解。長いこと会いたけど、とうとうこの二人のしがらみを消えていった。そうか。そうだよな。なんだかんだでこの二人の絡みが全然ないと思っとったけどさ、ようやくここでいい感じにまとまった感じになるんやな。よかった。なんだかあの二人いい感じだね。ああ。そうだ、アンさん。僕いいこと思いつきました。え、何突然。え、ほんまにオカルト部に入ろうとか勧誘するんじゃない？アンさんもオカルト部に入りませんか？いや、モデルの仕事で忙しいし無理です。はぁ、あ、わ、私がオカルト部に？どうして？僕たちオカルト部は、ドッペルゲンガーから救われた人たちばかりなんですよ。ちなみに、私もそうよ。俺もな。そうなの？なので、アンさんも一緒にどうですか？オカルト部は楽しいですよ。毎日ファミコンやってますから。それはシロ、お前だけだぞ。いいね。アンちゃんも入ろうよ。わたたちは誰でも大歓迎だからさ。ごめん。遠慮しておくわ。どうして？私、これからは、モデルの仕事を本気でやろうと思ってるの。いろいろ勉強したり、もっともっと自分磨きを頑張ろうって思って。そうやな。普通に考えたらそうだろう。そりゃあな、部活とかやってられる暇はないよな。モデル頑張ってほしい。むしろ頑張って静香ちゃんを超えてほしい。そっか。残念ですね。あん、頑張って。俺たちは応援してるから。ええ、ありがとう。じゃあ私はこれで。はい、ストップストップ。え、どうしたん？せっかくうちのお店に来たんだから、もう少しゆっくりしていけば。それにちょうど新メニューの試作品が出来上がったところなの。よかったら食べていって。でも新メニューって変な料理じゃないですよね。そう、なんだと思ってるの、私の新メニューを。だったらさ、これからみんなで、あんちゃんの応援も兼ねて、パーティーやろうぜ。パーティー？いいですね。ケースケ君、ナイスアイディアです。面白そうなので、やりましょう。そんないきなり。じゃあ、私、料理運ぶの手伝う。しんのすけくんも手伝ってくださいね。わかってるよ。アンさん、この後何か予定あるの？いや、特にないけど。それなら、ぜひ一緒にどう？そうだよ。せっかくこうして友達になれたんだし。は？友達？こうして一緒にいるんだから、もう友達でしょ？そうだぞ、お前。こいつらに関わったらもうこういう展開になるしかないんだぞ、お前。ほら、ルイちゃん、あん、料理持ってきてよ。ほら、みんなのところに行こう。ちょっと。それでは、みんなグラスを持って。乾杯。乾杯。ふふふ。青春でいいわに、のび太くん。のび太くん。その後、僕たちは時間を忘れてみんなと楽しいパーティーを過ごした。エンド。これで第7章終わったってわけで。ああ、結局信行探す手がかり全くなかったな。探す気なかったなこれ。けどよかった。まさか第2章のさ、被害者が加害者として出てくるとは思わなかったというところですが。あ、物質にクロさんに来るんじゃ。サトミくんはなんで来たん？ちょっと待って、サトミくんはなんで来たんや。ちょっと待って、サトミくんはなんで来たん？どこにおるん？物質に来たって。どこおるん？物質って、お前。こわ、ここに出てきた。
あ、傷だつ通りこの3人も見えるんじゃ。あ、ほうなんじゃ。マジか。そうなんじゃ。追加要素がたくさんあるぜ、みんな。すげえ。というわけで、今回は第7章、見てくださってありがとうございました。まだまだ本編は続きます。次回、第8章、強い絆でお会いしましょう。See you again.